シグマ MC73 は1973年にシグマオートモーティブが設計、開発を行ったレーシングカーである。MC73 は富士グランチャンピオンレース用に開発された2座席レーシングカーのシグマ GC73 をもとに国際自動車連盟が主催するメイクス世界選手権の参加規定に対応したプロトタイプスポーツカーとして開発されたもので、 日本のチームとして初めて、ルマン24時間に挑戦したことで知られ、映画、栄光のルマンにも一瞬ではあるが走行シーンの中に見ることができる。なお、基本モデルのシグマ GC73 は、1977年シーズン末まで合計5シーズン富士 GC に連続参戦した。マシン概要に関しては、基本モデルの GC73 をベースに解説を行う。 ちなみに MC はメイクスチャンピオンの略。1972年にイクザワトールが富士 GC 用にヨーロッパから 2000cc エンジンを搭載したスポーツカーの GRDS72 を購入した。このマシンのメンテナンスをシグマオートモーティブが行うことになった。当時の GC は富士スピードウェイの 6km のコースを使用していた。このコースの特徴は 長いストレートとそれに続く30度バンクを持つ世界屈指の超高速サーキットであった。ヨーロッパではこのような構成を持ったサーキットで 2000cc のスポーツカーレースは開催されていなかった。そのため、富士 GC に参戦するマシンは30度バンクの対応が要求されていた。30度バンクでは過大な重力加速度がシャーシにかかり、 サスペンションストロークが目一杯収縮する。その結果、シャーシがバンク路面に接触するという課題が発生していた。この課題に対して一般的に取られていた対応策は等といった対応を実施した。しかしながら上記のバンク対応方法を採用すると、サスペンションのロールセンターの高さが設計値より高くなり、コーナーリング性能の低下という課題が発生した。 また、GRDS72 単独の課題としては、ライバルマシンのシェブロン B21、ローラ T290 より、トレッドが広いという特徴があった。このトレッドの広さが、ヨーロッパの低速サーキットでは、コーナリング性能を向上させたが、富士では、車幅が広くなり、ストレートでの空気抵抗が増加し、最高速度が、ライバル車より遅くなり、ラップタイムが低下すると考えられた。 そこでシグマは1973年用に GRDS72 構造を参考にしたオリジナルマシンの GC73 を開発し高速の富士でのストレートの速さとヨーロッパの低速サーキットのコーナリング性能の良さの両方を満足させることを目標とした GC73 や MC73 を設計した。なお GC73 や MC73 の設計者である小野正明は GRD の影響はゼロではないが当時のレーシングカーは基本的にすべて同じ構造パッケージやサスの部品はシグマの完全オリジナルと語っているシャーシ GRDS72 と同じ方式のツインチューブアルミモノコックを採用エンジンマウントも GRDS72 と同じスペースフレームによる方式であった サスペンション方式も GRDS72 と同じ方式を採用。ただし、アルミモノコック強度は GRDS72 より向上させ、サスペンションはジオメトリを全面的に見直して、富士の30度バンク対応を実施した。ボディカウル GRDS72 は、ウエッジシェイプのボディカウルを採用し、ボディカウル全体でダウンホースを確保し、不足するダウンホースを ハイマウントされたリアウィングで確保する空力対応であった。これに対してシグマは GRDS72 より全面投影面積を減少させフロント荷重を確保するためにフロントノーズ部分とリアウィングでダウンホースを確保し他の部分ではドラッグを低下させる空力対応でボディカウルはできるだけ表面の凹凸を少なくしている。特にリアウィングは ウイング形状とウイングマウントの全面変更を行い GRDS72 より低い位置にマウントされた。このローマウントリアウイングによって GRDS72 よりトラックを減少させると同時にダウンフォースを増加することに成功した。当時の富士 GC のエンジン規定の関係とシグマの創業者である加藤真がもともとトヨタ自動車出身であったという事情から 設計当初は、加藤のつてを頼りトヨタの 1600cc2t、g ターボを搭載する予定だった。しかしトヨタから 2t、g ターボの供給を断られてしまったため、他のエンジンが搭載可能な設計に変更された。GC73 に搭載されたエンジンは、2000cc のコスワースブダと三菱、R39 バイト、そしてロータリーのマツダ 12A の3種類。 しかしながら1973年の富士 GC 第3戦を前にした公開練習中にサスペンショントラブルが発生し安全性確保ができていないということで全車参戦を取りやめた。その結果、三菱 R39 バイト搭載車の実践への参戦はなかった。MC73 に搭載されたエンジンはトヨタ 2TG の自然吸気型とマツダ 12A の2種類である。 2TG は GC 第一戦のみに使用された。当時メイクス世界選手権は製造者、またはメイクにタイトルがかかるのは2リットル超のスポーツカーであった。当時の国際自動車連盟の国際スポーツ法典では公認生産者及びスポーツカーが属する試験的競技者のロータリーエンジンと下級エンジンは 排気量にそれぞれレシプロエンジン換算2.0と自然吸気エンジン換算1.4を乗じるとしていた。そのため、トヨタに T、G ターボは換算排気量2240立方センチメートル、マツダ 12A は換算排気量2292立方センチメートルとなり、MC73 は第10クラスの最低車両重量をクリアする必要があった。 最低車両重量に関してはバラスト搭載で対応した。ボディカウルに関してはスポーツカーの規定でリアタイヤの後方は地上から 20cm 以下まで覆うことが要求されていた。そのためリアカウルが GC73 と異なる。またルマンの 6km ストレート対策として全面投影面積削減のため富士 GC 用に取り付けられていた。 リアウィングへのガイドフィンを廃止した。このガイドフィンの廃止は、ルマンアと GC73 にも反映された。フロントカウルには、ヘッドライトが、フロントカウル前面のフェンダー部とセンター部に、合計6頭追加された。サスペンションのアップライトのホイールとの結合は、タイヤ交換頻度が、国内の耐久レースより多くなるので、タイヤ交換の楽なセンターロック方式を採用したが、 容量が少なく本番で焼き付きが発生した。設計者の小野正明は GC73 と MC73 は外観が似ているがシャシーは全く別物。MC73 はグループ6の規則に合わせシャシーが左右対称。GC73 はグループ7なので対称でなくてもいい。富士スピードウェイは右回りのレイアウトなので、 燃料タンクが右側に大きく偏った設計にした。サスペンションなどは基本的に同じと証言している。MC73 のレース参戦は1973年のみ。ありがとうございます。